中国は南シナ海の西沙諸島、英語名パラセル諸島周辺に作業台を設置して、5月初めから掘削作業を進めていましたが、当初の目的を達成できたとして、予定より1ヶ月早く作業を終了しました。今回の作業で石油や天然ガスが埋蔵されている兆しが見つかったため、データを詳細に分析した後、さらに開発を進めるかどうかを決めるとしています。作業台は今後、中国南部の海南島周辺に移される予定です。西沙諸島周辺はベトナムも主権を主張している場所で、中国の掘削をきっかけに両国の船がたびたび衝突していましたが、これで緊張が一旦緩和する可能性があります。